よね。もう本当嬉しいですよ。もうでもテレビを見てた人が一緒にこう、ね、お仕事できるっていうのは嬉しいですよね。伊藤さんと言いますと、はい、宮川先生はもう伊藤さんが少女の頃から少女笑ってどうぞ、なんで笑ったの、ね、少女って言ったから、うん、こんなちっちゃいね、もうあのこんな頃から知ってますよ。あらあの新中軍のキャンプでね、キャンプ周りを感じて、うん、お風呂も覗かれたことあるの。え何そうか、通りかかって覗いたって、覗いてないんですよ、覗いても何もついてなかったんでね、それ怒るんですよ。ありましたね、行きましたね。それいくつぐらいの時ですか。あれは三人娘の前だと思う、あのシックスジョーズの頃だったと思う。シックスジョーズバンドでね、渡辺社長がやってて10代、はい、もうキャーキャー、ただ見られることがまた楽しいんですよ。誰がなんていうの、女性として見られたっていうような、そういう女性って感じじゃなかったんです。それ以前の雰囲気でしたからねでもあの関東の全盛時代にね、あの行きましたよね、あのドサイ、イタリアの、イタリアのね、地図にも載ってない街、先生とピアノだけでね、行きましたね、そういえば。ゆかりさんっていうのはもういろんなジャンルのものをできるんですね。その関東ね、ありでジャズなんかももちろんできるわけでしょ。あのね、この人のね、音楽のルーツはジャズなんですよ。もう本当にその、あの新宿時代からずっとジャズ歌ってたからね、もう全ての歌に対してこのジャズの感覚があるからね、大体他のジャンル歌ってもうまい。これはね、自然に、自然に歌える。この人、器用なの。器用だから何でもできると思うけど、この人もルーツはジャズだった。あ、そうなんですか。いろんなジャンルの音楽やってましたけども、もう彼はね、根本的にはもうジャズが大好きでね。割とでも、また会う日までとかって、カンツォーネっぽく、でしょ、感じたんですよね。あれはやっぱコーラス病がちょっと出たかもわかんないですね、うん。コーラスでトップ弾いてたもんですから。なんだってワンダースにいたんでしょ、うん、それでね、あのさっきもちょっと話聞いたんだけど、うん、あの結構共通してるのはね、でこの人はあの要するにその歌手の世界ではあの時代としては結構わがままだと言われたんだ、好きな時に好きな歌しか歌わないという、でこの人もこう割とあの表面には出ないけど結構わがままなんです。ゆかりちゃんも私も結構好きな歌しか歌わないっていう、そういうなんていうんですか、音楽に対して頑固さっていうか、そういうのが必要なんですね。それがね、あの寿命が長いんじゃないかと僕はそう思いますね。ね、それにしてもあなたもファドとかいろんなのやってるけどね、うん、この人になってほら前あの出た時もあったけど、ここに、ね、来ていただいた時に、ハワイアンやったんだよ。そうなんですってね、僕今ちょっとね、あのウクレレをねお勉強してるんですよ、これを。へー、でせっかくですから、まあちょこっと尾崎さんにね、なんかハワイアンをちらっとやっていただき、尾崎さんってハワイアンを歌ってらっしゃるの。一番最初ハワイアンからね、これはね、みんな知らないんですよ、本当に。本当、じゃあちょっと何か、サノエっていう、サドエじゃないですか、サノエ、サノエ、サノエ、違うって、サノエっていう歌なんですけどね、雲とか霞っていう意味なんですけど、サノエ、裏の意味では不倫の歌なんですよね。いやー、いいわ、いいわ、いいわ、ね、いいわ、これでね、波の音とかが聞こえてくるような、うん、いいですね、これすごいですね、トラララって。あれはちょうどこの辺がかいいなって。それでまた会う日までやるとどうなんですか。また会う日まで、会える時まで。尾崎さんにこうやって触ってもらって、ね、ウクレレも喜んでます、ね、きっと。あと触ってほしいのはね、牧伸二さんに触ってほしい。あーやんなちゃった、あーやんなちゃった、あー驚いた。番組終わってしまいますから、リクエストハガキに行きたいと思いますけれども、はい、大阪市港区の藤本佳代子さん、
38歳の方がいただきました、ユーミンのルージュの伝言をぜひお願いします。当時真っ赤なルージュの似合う女性になりたいなんて思いながら何度もレコードを聴きました、たまにはパシッと真っ赤なルージュをつけて歩いてみようかしら。口紅ですね、ルージュって言います。そうです、女の人っていうのはやっぱりこの口紅っていうのはどういう、これ塗るとやっぱりこう気が引き締まるとか何かあるんですか。あ、そうですね、そうね、うん、おしゃれしたなっていう感じしますね。あ、そうですか、うん、女になったなって感じ。あ、女になったな。一番最初に口紅つけた時ね。尾崎さんは似合いませんよね。似合うわけないでしょ。ヒゲの下がね。私そんなこと言ったら私本当普通の体じゃないよ。はい、それでは加代子さんのリクエストにお答えして、はい、伊藤ゆかりさんに歌っていただきま す, そうです。ルージュの伝言です、どうぞ。広い世界の片隅にやがて二人の朝が来る。溢れる光が頬の涙を映し出す。愛する言葉はどうぞ一人で泣かない、忘れかけてる悲しみを窓から逃がして、そっと二人で見送ろう。一部なんでしょうね。そうなんでしょうね。もっとこんなあの宝箱みたいなところから、ほらちょっとだけにしてあげればみたいな感じで、もっといっぱいいろんなものが詰まってるという、うん、なんか大きく感じますね。そうそうそう、やっぱりあのね、二人ともね、音楽に対して非常に謙虚なんですよ。もっともっと謙虚だから、あらゆるジャンルの曲をきちんといいものを自分で取り入れて、それをしかも好きな時に好きなだけ歌うという、非常に自然体に大事な大事な音楽を守っていくね、貴重な歌詞だと思いますね。でも私ね、お二人ともすごいユーモアがあるところがまたすごい好きなんですよね。リハーサルの時とかも、ありがとうございます。どうもありがとうない、ね、本当に暗いと言われて、伊藤さんいかがでございましたか。もう本当にピアノ気分でございます。ありがとうございます。うまいな、僕が言おうと思ったから。伊藤さんいかがでございましたか。ありがとうございました。この次はハワイアンとカントリーをぜひ。カントリーなんかも聞いてみたいですね。そうですよ、ね、うん、またぜひお越しください。どうもありがとうございました。ありがとうございました。
暑いですけれども、はい、夏バテとか全然しませんよね。元気ですよね、いつも。本当ですね。いや、バテてますよ。でもバッテンポーズだったし、ボタンとリボン使いますね。バッテンよーし。ケイちゃんなんかなんか夏バテ防止というかなんか防止ですか。食べること。食べること、うん、何食べる。何でも何でも何でも。ハルさんは。僕ですか。僕はやっぱりですね、そうですね、やっぱり汗をかくことですね。たくさん、あの冷房とかあんまりかきませんよ。私もそう思うわ、ね、うん、夜もね、やっぱ汗かいてもこう何回も着替える、ね、あ、そうですか。なるべく冷房の中で寝ないよ。寝てる間に着替えて。豆ですね。寝ながら着替えるんですか。豆腹って呼ばれてる。あ、そうですか。女性だけじゃないんですね。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。この番組は関西電力の提供でお送りしました。